サウナというのもシャーケードともないシャーケトリックまでシャーケードよね。まあ本日はなんと、超重心祭、金玉確定ということで、まあ、やっていこうと思うんですけども、今ね、ですね、バトルコロシアム、僕ね、関東1位のクルセイダーズに予想したんですけど、まさかの1回戦でやられてしまうというね、そんなショックを受けてはいるんですけども、ただすごい熱い接戦だったんでね、いやー、なんとなくね、自分の応援してた投票したチームが一番最初だったから、ね、フラッと見てみたら、こんな熱いもんなんだって感じで結構テンション高く見てました。あと声がちょっと、昨日イベント出たばかりで、ちょっと声が若干ガラガラでございますけども。さあ、ということで、金玉確定10連回していきましょう。ガチャル。ガチャル。いきますよ。ストライクシャーケ。さあ、何が出るかな。いやー、ちょっと亀欲しいな。亀目当てでござる。止まれ。とりあえずは止まろう。止まっていいんだよ。止まろう。あ、おお神引きだね。カムイこそ出なかったけど、まさかのストライクとルシファー。マジか。は。やばくない？ストライクとルシファーが出た。今日夕飯抜きで。なんでだよ。はい、ということで、まさかのカムイ目当てからの神引きという。予想で、バトルクロシアムの予想は外れたけども、まあ、ガチャ結果は良かったので、よしとしましょう。はい。さあ、そんなこんなでございましたけど、みんなはね、どこに予想したのかな、またぜひコメントで教えてください。あと、超重心祭の結果も教えてください。ということで、ここまで見てくれてありがとう。つくま、ゲリ、黙らんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方は、チャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方は、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。また、動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。黙らんな。